私普段学習塾で塾の先生をやってるんですけども、今日はですね、関数ということで、これ中学校の数学で習ったやつなんですけども、片方の値が決まればそれに伴ってもう片方の値がただ一つに決まるとき y は x の関数であると言いました。これ例えばですね、y イコール 3x っていう式があった場合に、ここの3っていうのはこれもう固定の数、これ比例定数とかね、そういうふうな意味言い方をしますんで、この x とか y は変わる数なんで変数って言うんですけども、この x に1が入ったら 3×1 で y は3になるよ、2が入ったら6になるし、3が入ったら9になるみたいな感じで、片方が決まったらもう片方の数も決まることを関数っていう言い方します。これ説明するときにですね、よくあの自販機の例を使うことが多いんですけども、例えばですね、自販機、自動販売機に100円玉を入れるとジュースが出てくるみたいに、入れるものによって結果が変わるみたいな、他にもですね、500円玉を自販機に入れるとジュースとお釣り400円が出るみたいな、こんな感じで入れるもので結果が変わるっていうのがあります。これですね、日常生活でも使えます。例えばですね、サラダ、これをあのインドカレー屋という関数に入れた場合、これ結果何が出るか分かりますかね。サラダをインドカレー屋の関数に入れると、これ結果はあのオレンジ色のドレッシングに出てくるインドカレー屋以外で見たことない、オレンジ色だけどめちゃめちゃ美味しいドレッシングですね。他にもですね、インドカレー屋という関数に今度は何食べ放題を入れるとどうなるか、これ結果はですね、2枚ですね、これね何食べ放題は2枚までですみたいな、それ以上はもう美味しくないですからね。ですね、店員をインドカレー屋という関数に入れます。これね、どういう結果になるか、こちらですね、かなり水を注ぎに来てくれますねインドカレー屋の店員なんかね、水がなくなるのすごい目ざとくにつけますね。他にもですね、インドカレー屋にザジーをね入れた場合、ね、ザジーを入れるとね、これね、ただいま大きすぎる何に見慣れていただく時間ですそれでは参りましょう、バタチキナンナン、バタチキナンナン、バタチキナンナン、もっとルーを増やしなさい、ビリアニメ、そこはサモさんの場所ですなんすてだいぶね、長い答えが出ましたけど、ね、他のね、関数に入れていきましょうね、油断してる人ね、油断してる人をここ一度、ね、関数に入れると、これどうなるか分かるんですが、これはね、あの1300円使ってます、これ気づいたらここ一度は気づいたら1300円使ってる時は気をつけてくださいね。他にもですね、ボル塾をココイチという関数に入れた場合ね、これね、ちょっと田辺さんだってトッピングもドリンクも頼んでるじゃん、なんで安いの？いいんだよ、田辺さんは株主だから半年に1回優待券が受け取れるんだよまあね、アプリ会員だとさらにドリンクがお得になるクーポンもあるのよかなりね CM っぽくなりましたね他にもですね、なんか漫画とかでもいきましょうね、少年漫画の不良のキャラね、少年漫画の不良キャラがあの主人公が入院したときね、この関数に入れるともうこれ答え1個ですからね、絶対に言うセリフがありますからね、ちいいか、お前は俺が倒す、しっかり休んで早く元気になりやがれ絶対言いますけどね、少年漫画の不良キャラがあの文化祭でなんかの女装コンテストに無理やり出させられるみたいな時ね、これももう言うセリフ1個です、これね、ちこんなフリフリの服動きづらくて仕方がねえ絶対言いますけどね、少年漫画のこの冴えない男子が文化祭の女装コンテストする時ね、これもですね、あの女装を無理やりさせられて、でクラスメートに周り囲まれて、ほうほうこれはなかなかって言われますやっぱね、色白な子の方がよかったですね。他にもですね、これね、あのもう今ね、この現在ないものでも関数に入れれば未来が見れます、これね、例えばですね、あの一光さんね、一光さんを氷河期の関数に入れた場合ね、これですね、あのどんだけのどの口で凍りますこれ他にもですね、佐藤しおりさんね、佐藤しおりさんがあの任侠映画の関数に入った場合ね、これですね、刑務所の壁を越えろ、面白死刑囚の人選手権最後こちらですね、狂言師ね、狂言師の人をスマブラの関数に入れた場合ね、これね、あの
ウェビー攻撃で空中元屋チョップが出るんですというわけで、いろんな関数でございました。ありがとうございました。